ばんは。11月14日土曜日の夜でございます。平山茂です。大丈夫だよ、大丈夫、ね、大丈夫だよ。ちょっと今日は車でプラプラしてますよ。大丈夫だよ。もう夜ですね。さあ今日は土曜日です。待ちに待った土曜日です。週末です。皆さん何してますか？楽しんでますか？楽しんでらっしゃいますか？楽しめてないよっていう方、大丈夫だよ、大丈夫、全然大丈夫だよ。大丈夫だからね、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。大丈夫だよ。今日もたくさん人が出てるね、街にね、うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。さあ今日お仕事という方もね、明日はさすがに日曜日なのでお休みという方もいらっしゃるのではないでしょうか。まあもちろん明日も仕事という方いらっしゃると思います。明日も天気はいいと思われます。気温も今日と同じぐらいということなので、お出かけ日和なんじゃないかなと思います。今日土曜日という日はね、まもなく終わりますけれども、まだ明日日曜日があるということで、今日楽しめなかった方は明日を思いっきり楽しんでください。汗をかくほど、筋肉痛になるほど、たくさんたくさん遊んでいっぱい疲れましょう。そしていっぱいおいしいご飯を食べて、いっぱい寝ようじゃありませんか。それが一番です。それが一番。大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫。さあそれでは明日日曜日にまた会いましょうね。僕も明日は早起きするぞ。早起きしてお出かけしようと思います。皆さんも楽しい一日を明日過ごしましょうね。それではまた、おやすみなさい。
平山茂でした。バイ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 、また明日。